ホームしばらく残っていたタブレットカディ置き場本、八戸駅は青森県八戸市内丸一丁目にある東日本旅客鉄道日本貨物鉄道八戸線の駅である。1894年に日本鉄道が青森線支線を開業させた際に八戸駅として開業し、1907年に八戸駅と改称、現在の八戸駅は知りない駅と称していた。 1971年に東北本線との接続駅である知りない駅に駅名を譲る形で当駅を本八の平駅に改称した。島式ホーム一面二線を有する高架駅である。本八として知られ、八の市中心市街地には若干の距離はあるものの利用客が多い最寄り駅である。八の駅管理で JR 東日本東北総合サービスが受託する。 業務委託駅である。長楽島駅は直営駅で、特に八戸線 CTC 導入後による合理化の後は八戸線の青森県部分を管轄する管理駅でもあった。以前はビュープラザも設置されていたが一足先に集約されており、管理駅機能の八戸駅集約により、営業主要拠点の役目を完全に八戸駅へ譲ることになった。駅舎は、 高架橋の下部にある、緑の窓口、指定席券売機1台、自動券売機2台、待合室、ニューデイズがある。駅スタンプが設置されており、利用の際は改札事務室に申し出るようになっている。JR 貨物の駅は、シャーツ会貨物の臨時取扱い駅となっているが、貨物列車の発着はなく、専用線も接続していない。JR 貨物の施設として、 八戸市場下三丁目に本八戸駅貨物古希所がある。この本八戸駅貨物古希所は、八戸船長縄城駅本八戸駅間で分岐し、真淵川沿いに500メートルほど北上する路線の終端にある。ただし2006年6月より貨物列車の発着はなくなり、休止されている。かつてはここへの路線は本八戸駅から分岐していたが、 旅客駅の高架化により長縄城駅方からの分岐に変更された。なお分岐点より本八の平気構内の扱いとなり、手前には城内信号機が設置されている。この貨物国所から真淵川沿いにさらに北上する青森県営専用線が存在した。八の平港にあるこの路線の終点から米軍輸送所へ至る専用線が分岐し、三沢駅へ 石油輸送貨物列車が運行されていた。さらに以前には、井出光高山、新日本石油、コスモ石油、ジャパンエナジーの八戸輸送所への専用線もあり、航路軽装石油輸送の拠点となっていたほか、太平洋金属八戸製作所への専用線もあった。この地域のバス交通の拠点は、同駅より徒歩10分ほど南に位置した、八戸中心街ターミナルとなっているので、 そちらも参照のこと、注釈出典、ありがとうございます。